30分だけ寝てた。寝てたの。マックミックさん、ハートありがとう。今日はお話し会でもらったなっちゃんを飲みます。びっくりした、自分でも。なんか寝てた本当に。そう、ちょっとだけテレビ見て、あれして、ひーちゃんの卒コンの一曲やんなきゃっていうやつやって、昨日もやったんだけど今日もやって、でテレビ見て、ご飯食べて、で1話だけ、人の7時半から始めるよってウィーバースで言ったから、1話だけヒロアカ見ようと思って、で1話だけヒロアカ見たのね。したら、そう、それが多分私 1.75 倍速でアニメ見てるから7時15分ぐらいにこう見始めて、でそしたら大体今7時半でいい感じの時間かなと思ってたら、なんか起きたらエンディングテーマ流れてて7時45分って見えて、時計が、えみたいな。でなんか2話ヒロアカ終わってたうん、気づいたら。でもすごく、逆に30分で起きたのすごいと思って、私え、そのまま 寝落ち、なんていうの、完全に寝なくてよかったって、今ではよかったって思ってるんですけど、あと開かないんですけど、なっちゃん開きました。まあでももう配信してたから別に、そのまま寝落ちして24時とかでもよかったんですけど、別にみんな心配するだけ、ハルピョンどうしたみたいな、
みんな心配するだけで。そう、これぐらいの果汁がね 20%30% ぐらいのオレンジジュースが好きなんです私。着いたらでも結構なんか、ね、なんかめっちゃ30分しか寝てないのに3時間ぐらい寝た気持ち、めっちゃ寝た気持ちです今。みんなおはよう。なんかすっきり。気持ちよかった。おはよう。帰り雨すごかったです。なんか傘持ってってないじゃないですかそんな雨降るなんて聞いてないから、そう傘持ってってなんてないんすなかったんすよ私。でもなんかスタッフさんがラグビー見ててめっちゃひょう降ってきたよみたいな言ってて、えやばくないと思って、どこでやってるんですかみたいな聞いたら、普通になんか東京でやってますこれみたいな、国立かどっかでやってますみたいな、えじゃあもう外降ってるってことですよねみたいなでまあ私はもうダッシュだったら間に合うかなとも思ったんですよ。そうゼフさん福笑い笑い福、うちでの小槌ありがとうございます。そうダッシュだったら間に合うかなと思ってチラッとまあ出てみたら外どうしゃどうしゃ、競艇頑張ってきたのでお疲れ様ぐ、お疲れ、明日もあると思うけど今日はゆっくり寝てください。もう私の配信なんて2週間後に映像倉庫でどれだけでも寝れるんで、どれだけでも見れるので今日はゆっくり寝て明日ちゃんと早起きして、うん、応援してます。気負わず焦らず冷静に丁寧に正確にみんなの夢が叶いますように。チーム B、そうだから全然なんかやばいドシャドシャやんみたいなドシャドシャやんってなって、とりあえずマネージャーさんにもう一回その戻って外出たんですけど、戻ってなんか置き傘とかってありますかみたいな聞いたら、なんかもうずっと何本も傘を置いてくださってるマネージャーさんがいて、あ私これあの置き傘全然本当今日使わないんで使ってくださいって優しく貸してくださって、それ全然もうなんかあげますみたいな、えみたいな優しすぎないと思って、いや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 明日持ってきますよ、いや明日あの大丈夫ですみたいな、へどういうこと優しすぎない
ゆたかさんハートありがとうございます。そう、それでドシャドシャを回避できました。私はね、その帰る頃は雪ではなくて雨でした。雨ドシャドシャ。そうだから、でもまあ正直別に雪そんなテンション上がんないんで、うちすいません、もう見てるんで雪もう今年って、あ今年はまだ見てない。あでも見たわ、もうだって見たわ、車窓から見た。新潟雪降ってた。そう、初雪はもう今シーズン観測したんですよ私、昨年12月に。そうだからもう何も思わない、初雪だってはならないごめん面白みなくて。でも雪降って雪がなんかまつげとかに積もってる女の子は可愛いと思う。なんか北海道ファンミの時、ファンミ？北海道でのファンミの時にメンバーが雪だーみたいな感じでなんかツイートとかしてたじゃないですか。あれは可愛いなと思いました。あれはちょっと可愛いなって、なんかちょっと可愛すぎない？みんなその可愛さでそんな雪で雪だなんて言ってたら、そのもう逮捕されちゃうよみんな、可愛すぎて本当に気をつけてって思いましたほんと。山内さんハートありがとうございます。でも今年はねあんまり降ってないので。でもさ、なんかさ北陸能登のさあれのニュースとか見てたらさ、なんかやっぱ降ってるところは降ってるからさ寒いのかなって思って。コロポックルさんハートありがとうございます。ホテちゃんのツイートとかめっちゃ可愛かったもん、可愛いかよと思って。兵庫は降らないのかな。としゆきさん、てつやさんハートありがとうございます。ちょうど私が降る頃、私が帰る頃は雨でした。しょうがない、そういうこともある。てつやさんハートいっぱいありがとう。そしてそう、私は今日傘をもらったと同時に水をあげました。めっちゃおもろかったんだから。今日なんかひなさん、私お代理がその三連番みたいな隣だったんですけどひなさんがまず、えここ暑すぎないみたいな、この部屋空調暑すぎないみたいな言ってて、そうで私はこの服だったから別に暑いなとは思わなかったんですよ。ちょうどいいなぐらいって思ってたんですけど、したらその後に来たお代理が、え待ってこの部屋暑いみたいな言い出して、でひななさんが下げてもらったよみたいなって言ってて、でも暑いって言っててめっちゃおもろいと思ってもう笑ってたの。そのやりとりにもうおもろすぎて笑ってたんだけど、そう間に挟まれててさずっと笑ってたんだけど、したらお代理が、え待って喉乾いた、ハルピョン水ちょうだいって言ってきて、私はその水を全くそのストローを刺しただけで、なんかあったかいお茶を持ってたんですよ別で、であったかいお茶を紙コップに入れてずっと飲んでたので、そう
全くその水はもうストロー刺しただけで手つけてなかったから、え全然いいよみたいな、あげるよって言ってそう、それがもうその一連の流れが面白すぎてもう最高に、まあ、どっちにしろ私も飲んでなかったし、その水、そうどっちにしろもう開けてたから持って帰るしかできなかったから、そう荷物増えるよりはもう欲しい人がもらった方がいいなと思ったんで私もあと4部だけだったし、ちょうどそうお代理が4部の前に来たからちょうど4部だけだったし、あとそこに残ってる私は紙コップのあったかいお茶だけでいいやと思って、え全然あげるマジでありがとうむしろみたいなでもそのやり取りが面白すぎて、もう4部の前ずっと笑ってた、うん、そう超おもろかった。部屋熱くないからの喉乾いた水ちょうだい、もう最高におもろかった。としゆきさんハートありがとう。めっちゃ自由、自由でいいねと思った、本当に。全然あげると思って、アシュラさんハートありがとうございます。あ、明日は2部と4部サイン会じゃないですか。あの2部のサイン当たってる方は私3部に書き終えちゃうんで、3部時間あるかな3部に書き終えちゃうんで、あのもし書いてほしいことがあったらもう忘れないように2部のうちに言ってください。当たってる時に言ってください、お願いします。全然4部の当たってるんだけどとかって言って4部の時に書いてとかでもいいから、そう全然全然いいんで、あの早めに言ってくれたら私も助かるので、全然何書いてもいいやっていう方は何も言わなくても全然大丈夫です。なんか変なこと書くんでなんか変なこと書かれてもいいやって思ってる方は変なこと書くんで、3部はいつもなんか暇なんで大丈夫です、はい安心してください。まあしょうがないよね、ワンショットだから。さっき親父が仕事帰りにスマホ拾ったらしく雨降ったから家まで持って帰ってきちゃった。え、気をつけてね、みんな、みんなっていうか、それなんかで見たんですけど、あのそれを本当になんかただただ親切心で持って帰ったとしても、そのなんかさ、私はそれ特になんですけど、端末が何個もあるからどこにそれ私のスマホがあるかとか見れるんですよ。そうどっかやったって時に、でも落とした自分が悪いんですけど、なんかそれをそのどこに落としたかっていうのを見て、この人私のスマホ勝手に持ってってるみたいな、そうって思っちゃって、窃盗犯だってなるから、そうそれネットで見たんだけど、なんか窃盗犯って訴えられたんですけど明日行こうと思ってたのにみたいな、そうだから気をつけて、もう本当に。本当にそのスマホを持っていこうとしてるかもわからないじゃないですか。
そうだから拾ったら届けた方がちゃんとそのなんていうのもう拾ったっていう責任で GPS でここの家が出て取りに来たのでありがとうって言われました。もうその人はいい人だったっていうだけです。本当に本当悪い人はもうすぐツイッターしちゃうから気をつけてください。小田さん、小田さんどっちだろう、金色だるまありがとうございます。XYZ さん、緑だるまありがとうございます。気をつけて。世知辛い世の中だけどね。今日さめっちゃ可愛いさ親子がいてさ、てかなんかこういうお父さんみたいに、こういうお父さんみたいにって、私はお母さんになるんですけど、どう頑張っても私はお父さんにはなれないんですけど、でもこういう親になりたいなっていう思った親子がいて、そうなんか子供がもう座りたいみたいな、もう座りたいみたいな乗ってきた時に、座りたいパパ座りたいみたいな、でももう満席だったんですよ、パパ座りたいみたいな、でもどう頑張ってみても満席で、そうで、まあ私も立ってたから譲ることもできないしと思ってこういたんですね。でそしたらそのパパが頑張ろうみたいな、3つだけ駅3つだけ我慢できるみたいな、まるまるくんならできるよ大丈夫頑張ろう今日は何色の電車だね言って、そう朝は何色の電車に乗ったし、今は何色の電車に乗ってる、楽しいねみたいな、なんかもうなんかすごい元気だなって、そう元気出るなと思って、めっちゃもうパパと思ってたんですよ私はパパいい人と思って、そうでそしたらその次の駅で何人か人が降りてったので、こうそのそこの椅子に座ったんですよ、その親子がっていうか子供が座ったんですね。でそしたらパパトイレ行きたい言い出して子供がパパ困る、そりゃそう。で女の子とママもいたんですよ、そう家族4人だったのかな、女の子と、めっちゃパパ声大きかったでもそう女の子とママもいたんですよ。でなんかパパトイレ行きたいみたいな、でパパ焦るどうしようみたいな、あと2駅我慢できる、どうできそう、うーんトイレ行きたいみたいな、2駅我慢できるってどうする、とよしじゃあ分かったパパとしりとりしようって言い出して、そう気を紛らわせるため、もう紛らすためにしりとりしようって、そう素敵と思って、いやもうどうしても我慢できないなら降りるけどどっちみたいな、おー僕おー分かったパパとしりとりしよう言って、でもなんかもうそのしりとりもなんかもう適当でしかないんですよ薬リスク
薬リスクもうずっと同じ言葉なの。それで紛れてんのかと思うんですけど。そう、くるみミルクみたい。いやもうパパめっちゃ声大きくて、そうもうなんか電車中に電車中に伝わるは絶対嘘だけど。え、そうなの。てかなんで子供、その親子のしりとりで薬とリスクが出てくるのやばないと思いながらも、おもろすぎないと思いながらも聞いてたのね。そう。でなんかもうおもろすぎて。そうで、まあ2駅ぐらいしたのよ。そっから2駅ぐらいしたのに、え、全然降りないやんこの親子と思ってたの。したらパパがママに、あ、なんか丸々駅から乗ったから2駅じゃなくて4駅だったねって言い始めて、パパやばい、パパそれはやばいみたいな。でもすがすがしく降りていったので、その子はもう全然なんかほっとしたんですけど、私は私で、ね、なんかよかったと思って、ちゃんと降りていけてよかったと思ったんですけど。パパ4駅は無理だよと思って。でもなんかそれで紛れてた子供もすごいと思ったし、なんかそういうその対処方法を持ってるパパもすごいと思ったし、なんか素敵だなって、なんかそういうなんかなんて言うんだろうね、なんかやっぱさ怒っちゃう親とかもいるじゃないですか。いやもう座、みんな満席なんだから座れないんだから我慢してみたいなっていう親子だっているじゃん。でもそこをさ、3駅だから頑張ろう、今日は何色の電車だよって言って、なんか素敵だなと思って、なんかそういう親子って素敵だなと思って、そう、うん、素敵だなと思いました。本当に、うん、なんかそういういいパパじゃないけどいいママになりたいと思って、そう、うん、でもそれはおもろかったマジで。もうなんか一生薬リスクだし。最初リンゴから始まったんですよ。そりゃそうじゃないですか。リンゴごまみたいな、いやゴリラじゃないのと思って、子供ってリンゴゴリラだと思ってたから私は、パパがリンゴってごまみたいな、リンゴゴリララッパーはもうしりとりの定石だと思ってたから、そうゴマなんだと思ってびっくりしましたね本当に。うん、そう、4駅おもろすぎたし。マジで、いやマジ2駅過ぎたよと思って、これ何駅乗るんやろうと思って、なんか子供トイレ行きたいって言ってんのにと思ってたら、ママに丸々駅から乗ったから2駅じゃなくて4駅だったね。パパパパ子供それは
でもちゃんとその子供にも選択肢与えてたというか、ここで降りる、一回降りるか我慢できるかどっちっていうのをちゃんと選択肢を与えてたのも すごいなと思って、我慢してとかじゃなくて、そうそうそう、それもなんか素敵な親だなと思いましたね。なんかいいパパと思って。ただ一つだけ、子供にリスクって言葉は分からんて、うん、そう思いながらいました。ロンさん、ハートありがとうございます。本当に面白かったな。やっぱ休日だからか、いろんな親子が乗ってくるんですね、電車って。そう、おもろかったです。普通に聞いててもめっちゃ。よし、45分から最近聞いたよね見ましょう、一緒に。10分あればみんな準備できる。ティーパー、20時45から最近聞いたよね。おもろかったな。なんか素敵な素敵な家族を見させていただきました。寝起きすぎて眠い終わったらお風呂入ってすぐ寝よう今日、うん、明日何着ようかな。
調べてます。今インスタでよく調べる。いつもなんか着てる持ってる服、こういうのこれ着たいな今日みたいな服、例えば今日だったら水色ニットとかって調べて、下に何合わせようかなってこうやって調べる。いつもな時代ですよ本当に。後で合わせてみよう、この服とこの服みたいな感じで。ああそういう着方もあんのかとか参考になる。めっちゃしみにしててください。でも63枚目ラストのシングルこれでいいのかなって思う。まあいっか本当はパパからラガーシャツ借りようと思ってたんですけど忘れてた。そうあの新曲のさあれがさ、ジャケシャがさラガーシャツじゃないです。新曲っていうかもう古いけどもう次のシングル新作のあれ出てるけど、そうでもこの62枚目シングルのジャケシャがラガーシャツだからパパからラガーシャツ借りて、ね、ちょっとゆるダボで着ようかなと思ってたんですけど完全に忘れてました。今思い出した。うん、ごめん今思い出した。完全に忘れてた。てか握手会ありがとうもやってないし。ツイートしてない。まだ忘れてた。忘れてる。全身の写真は無事今日撮れたんですけど、やっぱもう暗くなってて、そうなんかあんまいい感じの写真撮れてないけど、まあそう照明的にライティング的にあんまいい感じじゃないけど、まあ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 しゃなし。雨降るなんて聞いてなかったしって感じ一条寺ひかるさんハートありがとうございます。確かに今日ラグビーやってたから
国立競技場行って借りてこればよかった、すいませんみたいな、すいません対貸してくれるよね。さあということで20時45分になったので、ランキングじゃない、一緒に最近聞いたよね見ていきたいと思います。一斉のでで押すので、でで押してください。それでは行きます。一斉ので、テレ東、思い出より輝いてる明日を信じよう、そう卒業とは出口じゃなく入り口だ。またトムさんもおりんちゃんがトムさんのことめっちゃあれしてんの、おもろい。頑張れ頑張れ、発表おりんちゃん、わーん、かわいい。そうなんだなんかあったんだよきっとララ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 、こんなお風呂だったの知らないハルピョン頑張れ。おお、1分以内にちゃんと揃えたことない、揃えたことないですあれ無理です練習でも行ったことないです、練習でもできたことありません、無理ですこれは茂木さんにぐちゃぐちゃにしていただきました。数えられてる、インスタ見ました。かわいい。そう、めっちゃ優しかった。嬉しかった、嬉しい。顔ちっちゃいっていつも褒めてくださる あるんです。そう自己ベスト好きだ、足らない、違うです、違うんです、違うんです、めっちゃめっちゃあるんです。まだゆうなもぎおんチャンネルのおもろいとか
違うんです、ちゃんとあるんです。派手髪が似合うとか違うんです。もう風邪もう焦った。かわいい聖田さん、あと眉毛描くのめっちゃうまいとかあるんですよ、ちゃんと。そう、私ずっと言ってる、もぎさんの眉毛描くのめっちゃうまいはずっと言ってる、私本当にずっと言ってる。そう、揃っちゃったんですよ。そう、頑張りすぎて揃っちゃったの、ちょっと許してください。かわいい。かわいい、かわいい、ゆかるんさん。先に揃っちゃった。すごい。ワンちゃん。でもやってましたよね、昔、夏フェスみたいな時。なんかめっちゃ作るみたいな。やってらっしゃった、ゆいりーさん、ゆいりーさんじゃない、ゆかるんさん。すごい、確かに。おお、480個、そんななんだ、すご。あ、もうホテルの中でやってたんだ。なんかそういうその施設みたいなところに行ってんのかと思った、消しゴムはんこ教室みたいな。ホテルの中でやってたんだ、かわいい。そう、私たちも知らなくて満喫してる。え、本当だ、楽しそう。え、なんかめっちゃ楽しそう。へえ。おい、古民家そば、古民家そばレストラン。うわー、すごっ。そばって作るのめっちゃむずいんですよ。1週間の食費いける。待って、ごめんごめん、続いてる続いてる、映像もこっちも続いてる、ごめん、充電なくなったって言われた、止めないで。
かわいい。かわいい。かわいい、好き。そう、もぎさんうさぎの話したかったのに。そういえば、小田さん、かわいいお便り。すごっ。うわあ、すごっ。親子レクとはもうおもろすぎ。もう絶対負けるもん、ハルピョン。分かってる。勝ったことない。トムさん、おりんちゃんがトムさんっていうのめっちゃおもろいんだけど。先輩から順に選んでったんですよ。一緒に戦う人を。頑張れ頑張れ、ハルピョン。可愛かった。めっちゃ緊張してる私。やめて、やめて。めっちゃ叫んでた。いやかわいい。わあ。早すぎ。いや、まあパワー系はもう運動会で証明されたと思うんですけど。力ゼロ。ありがとう、むかわいい。力ゼロ、無理よ。弱いに決まってるじゃん。つんちゃんも大声出してる。大声出す人は負けるんだ。オーダーシャン、シホさん、ハートありがとう。中に詰まってる。お、かっけ、かっけ。怖い、真帆ちゃん近いもん、自分との距離が。ゴリラ。
どんなあだ名やねん。うわーすごい。もうだって怖いもんね、まほちゃんに腕預けんの怖いもんね。そうなるよそりゃ。そりゃそうなるよ、怖いもん、まほちゃんに腕預けんの。怪力ゴリラババアって言われてさ、その人に勝てると思えないじゃん、もう。だからもう力入れようとも思えないもん、怖すぎて。すごい、めっちゃエコーかかってる。こんなに団地めっちゃおもろい団地。おお、何してんの、何してんのこれ。え、運動会してる、まだ。おお、すごい。大丈夫私。おもろい。すごいよね。だって13期さんと15期さん、
かわいい、素敵。素敵。確かに素敵なお手紙でした。あ、まだうちらじゃない。この後アイベアめっちゃおもろい。あ、来たよハルピョン。努力したとか頑張ったとかするな。腕相撲親子レク1位さん対ルービックキューブ2つ好きなとこ足りない女手振ってんだけど、うちどういうこと。そう、完全にエリーちゃんの手あれが見えてなかったんですよね、この時。私怖い、怖すぎひなのしゃん CM? CM です、お待ちください。 CM です。いきますよ。中心さんハートありがとう。いきます。いいですか、ハルピョンのシールドの貼り方がとかっけーって友達が言ってた。え、嬉しい嬉しい。再開します。いっせーので、すっごい、もうお便りの猛攻撃。にゃにゃ、そうなんです、シールドプレイヤーって評価されないの、つら。こんなシールド貼るのうまいのに。うん、シールド貼ろうとしたのに。違うの、攻めたわけじゃないの、私はシールドを打とうとしたの。やっぱだからシールドを貼る前に CM 行かなかったです。そう、シールドを貼る前に打った方がいいので、あ、相手的には。だからエリーちゃんはそりゃ私がシールド貼る直前を狙ってくるんですよね。やばい、あー、いてこけてるボールボールに威力全然ないのにこけてんの、めっちゃおもろい。でもこれ私たち失敗したなって思ったんですよね。そう、
そう、失敗したなと思ったのは400個ボール集めれちゃったから AA で戦ったんですよ。シールドグレード AA ギリ、カチコチブレーカー、んシールドブレーカー AA カチコチシールド A で AA で戦っちゃったんですけど、そうじゃなくて段数だったなと思って、やっぱりそう、そこがうちらの範囲かなって。なんか別にそのうちらはこの回守らなくてもよかったから、正直言うと。もう攻めてとにかく点数を取らなきゃいけない回だったから、そう絶対的にあそこでは私たちはきっと本来であればその攻める方、もうシールドとか関係なしに攻める方で多分あれしなきゃいけなかったんですよ。でも400個集めれたから AA 使いたいよねってなっちゃったんですよね。それが敗因でしたね、完全に。別に B でもいいっていう気持ちを持つことも、なんかボールを無駄にしても勝つというか、その点数をたくさん取るっていう気持ちを忘れちゃダメだなって思って、なんか改めて、前もなんかそれで負けたんですよ。そう前の時もなんかそれでカチコチシールドとなんかにして、それで負けちゃったんです。点数が何点足りないみたいな時に、そうチーム B の時も一回それで負けた記憶、チーム B じゃない、さよならじゃないだ、セリちゃんとレミタンと出た時なんかでそれで負けちゃった記憶があったので、特にこの点数を競ってたじゃないですか、10年桜とは、チーム10年桜とは。だからあそこで選択ミスしたなっていうのは本当にめっちゃ思ってて、そう悔しいっすね。旅行行きたかった、まだ1個しか優勝してないけど、1個も行けてないけどうん、ちょっとポッケムリの時はそれも視野に入れてというか頭に入れて、なんかやっぱ400個集まるとそっちの方がいいのかなって思っちゃうんですけど、うん、今置かれてる状況とかも考えてこうやらなきゃいけないんだなって改めて思いましたね。そう波動はね、本当は私いつ11月頭とかにまず行ける予定だったんですけど、行けなくなって、で次12月の中旬に行く予定だったんですけど、行けなくなって、全部お仕事が入って行けなくなったんですよ行けなくて、でどうしますかねみたいな、1月は多分本田さんの卒コンで忙しいんで2月ぐらいですかねってスタッフさんと話してたんですけど、あ2月多分私ドボンライブあるんでみたいな話したら、じゃあきっと暖かくなってからですねってなったのそうだからまだ行けてないです。全然どこに行く予定とかも全く決まってなくて、そう波動旅行全然行けてない、でも絶対に行かせてくれるらしいので、そう安心、それは大丈夫、安心、うん。でもさ今この冬の寒い時期に行くよりさ、あったかい時に行った方がよくない？春先とかだから、まあいっかって気持ち、逆にね、うん、逆にいっかって気持ちです今は、うん。この1月2月3月頑張って、その頑張ったご褒美に波動旅行行って羽伸ばしていきたいと思います
なのでまた写真撮ったりとかした写真とか待っててください。どこ行くかとか決まってないけど全然。です。何個希望出せるってどういうこと？何の希望？旅行先は全く希望出せないです。はい。全然希望言えないですよ。もうここって言われたところに行く、うん、しかない。そうだから福岡がいいって言ってたけど、絶対福岡行きますとか言ってたけど、福岡行けるかもわからない。そうみたい、みんなが言ってた。あ、そう、今日さおりんちゃんと喋っててさ、おりんちゃんがさ、え、ハルピョンさんってルービックキューブできたんですねみたいな。そうなのって。そうだよねって、まあ知らないっすよね。多分8初期面ぐらいしか知らなそう普通に。そうなのって。 K の時からできたんですか。え、そうできたみたいな。できたんだけどねえみたいな。もうやったことはないみたいな。え、なんで始めようと思ったんですか。いや、まあさ10秒とかでできたらさ、そりゃさめっちゃさ特技ですみたいな感じでさパパパパパってさできるけどさ、1分半かかるからさ。そうで、なんか10秒のやり方と1分半のやり方とまた違うんですよ。そうだから1分半あ10秒でやるにはそのやり方を覚えなきゃいけなくて、そのやり方を。でも私はもう今1分半でやるやり方しか頭で覚えてないので、そうもうね覚えれない。新しいやり方は、うん、だからできるけどって感じ。なんかもともとそのなんか宴会芸みたいなやるんですけどみたいな、何やれますみたいな感じでそのスタッフさんからアンケート来た時も自分からルービックキューブとは書いてないです。その時ちょうどやってみっちゃってバク転練習してたから、バク転できますみたいな、補助ありでバク転できますって書いて、でもそんなスタッフさんの中で補助する人もいないと思って、そうやらできなくてもさ、やらなくてもいいかなと思って、補助ありでバク転できますみたいな書いたら、その最近聞いたよねのスタッフさんがルービックキューブの情報を手に入れてきて、ルービックキューブができるって聞いたんですけどまだできますか、マネージャーさんから連絡来て、ああみたいな。そうですね、はあ
まあみたいな、すごい渋々まあみたいな。いや本当になんかテレビとかでやるのも緊張するんですよ、そりゃ。しかもカメラいっぱいあって、最近聞いたよねなんて大人いっぱいだし、その出るメンバーもいっぱいいるっていうのも知ってたから、めっちゃなんていうの、人の目があるから絶対緊張するやんと思って、言わなかったらバレちゃった、ルビックキューブできるのバレちゃったそう、でもバク転は補助ありじゃないとまずできないし、危ないから、そんな旅館で急にバク転やり始めたらさすがにね、さすがにさせてもらえないだろうと思って、うちも書いたんですよ、うん、やってと言われないだろうと思って書いたのしたら別の特技見つかっちゃったあらららら、なりました。そんな感じですね。できなくはないんですけどね、やっぱ1分半切れないんすよ、どうしても。そう、もっと短くできないんすよ。うん、そう、1分を超えるにはやっぱやり方があるんですって、別のやり方を覚えなきゃいけないんだって。なんかたまに私もまぐれで40秒とかでできた瞬間とか一瞬とかあったんですよ。でもそれって何かっていうと本当に運で、そう、本当に運なんです。1分とかで、だから自己ベストは本当は45秒ぐらいなんですけど、でも45秒ですとか言ったら1分半かかるとちょっとあれなんで、本当運なんですよ。人生で2回ぐらいしか1分切ったことない気がする。だからちょっとさすがにでその時もその3日前ぐらい、2日前ぐらいからめっちゃ練習して、そう、そしたら、まあ、ずっと1分半の壁を越えられなくて、そうそうそう、とりあえず1分半って思って頑張りました、私の中では。でも全然やってないんで、もうやり方忘れたかも。あるけどルービックキューブ全然あれからやってない、1ヶ月2ヶ月ぐらいやってない一回も触ってない、あれから、あれ以来。地上寺ひかるさん、ハートありがとうございます。
そりゃありますよ。これテレ東さんからもらったあげますみたいな。そうでも私はいつも使ってるやつの方がやりやすいから、あ、全然自分の持ってるやつで大丈夫です。え、本当にできるかな。え、2分ぐらいかかっても許してください。だって2ヶ月触ってないのもこれをこうしますって出しません。あの白、私のや持ってる白はこれ塗ってあって、これは塗ってないやつなんで、え、2ヶ月ぐらい、2ヶ月かかっても許してくださいルビックキューブ2ヶ月かかっても許してください。はい、できましたとは見せないですやばすぎ、最高にやばすぎ。できるかな。きます。ちょっと全然なんか混ぜてるところ見れなかったと思う。全然もうどれだけ混ぜても変わらないです。いきます、よーいスタート。待って、失敗混ぜ失敗、混ぜ失敗とかないけど、あ、ややこしい、ややこしい混ぜ方しちゃった。あるんですよ、なんか揃ってるじゃんって思われがちなんですけど、混ぜ方によってややこしい混ぜとそうじゃない混ぜがあって、ややこしい混ぜをしてしまいましたね。混ぜすぎた。え、できるかな。ちょ、ここまではいけるんですよ。こっからいつも分かんなくなっちゃうの。あ、もう分かんない、いけ。かかんなかった。これちゃんと白いです。1分25秒、やった、2秒更新。ちゃんと揃ってるやつ別のもあります。すごい、よかった、できて。でも運がいいとたまに1分以内でできるんです。ありがとう、みんな褒めてくれて。ルビックキューブを覚えようと思ったきっかけは、本当に特技がなく、チームメイトに合格したんですけど本当に特技がなくって、なんかこれまで習い事結構やらせてもらってて、ピアノとかテニスとかやってたんですけど、ピアノを私以上にできるメンバーもいたし、テニスを私以上にできるメンバーもいたんですよ。そうだから特技がないと思って、そうで、なるちゃんがけん玉って言ったりとかしてたから、なんかすぐパッとできるものってないじゃないですか。ってなった時にパパがこれとなんか揃え方の本みたいな持ってきて、揃えてみればみたいな揃えてみればって言ったのが始まり、きっかけ。もうだからチームメイト加入してからです。加入初期ぐらい、マジで。メガネまだかけてた頃、
焦るとできないっていうか、このやりすぎて滑りが良すぎて、なんかちょっとこっちでやってみていい？そう、滑りが良すぎて、これテレ東さんからいただいたやつなんですけど、なんて言うんだろう、めっちゃ滑るんですよ。だからなんか行き過ぎっていうぐらいまで行くの。例えば1回回したいのに2個回るみたいなのがあるから、それ1回こっちでやってみていいですか？それ抜きで。そう、これはまだなんか本当に全然いただいて何もいただいて何もしてないあれなので、新品、ほぼ新品、もらって2ヶ月動かしてない新品です。いきます。音が違うでしょ。いきます、よーいスタート。あーでも逆に動きにくいわ文句ばっかりよハウピョン、文句ばっかりよ。逆に動きにくいわ。はい、さっきより時間かかってそう。硬かった。やっぱこっちの方がいいです。さっきより時間かかりました。なんかやっぱ 回ってくれない。こっちの方が良かった。これからもこっちでいきたいと思います。ゼフさん頑張った、ありがとう。でもなんかさ、よくさ、あの何、ゲームセンターじゃない、置いてあるじゃんロフトとかに置いてあるじゃないですかよくあれ揃えてぐしゃぐしゃになってるやつ揃えてた、よく。それ揃えてたの私、ファボーレとかに置いてあったお店のサンプル揃えてたの私。あれなんかさ、こうぜひ揃えてくださいみたいな感じで置いてあるじゃないですか。それ私でも全然やっぱ1分半の壁を越えられない。1分の壁か、まあ、最近は1分20秒30秒がずっとですね。本です、
本で見て覚えました。眠いや寝てたのに眠いや。明日もお話し会だし寝るよ私は。でも今日一曲なんかこれをこそ久々に、いやこれ時間かかりそうだからこっちにしよう。ちょっと頑張ってひーちゃんの卒コンまではちょっと頑張ります。さっきやった1個の曲と今から1個やって、1日1曲じゃ間に合わないんだって投資までにやばい。頑張るね。1分半で覚えたい無理だけど、でも大丈夫、私ならできる、頑張れ。やればできる、やらなきゃできないからやります。うん、頑張る。でも全然レッスンの時覚えれなかったのに昨日一人で1曲やったらできた。だからちゃんとやればできると信じて、今です、今が頑張り時なので頑張りたいと思います。ちなみに我らがゲッターズさんは何と言っているかと言いますと、イーダッチは、イーダッチ今日13日は夜は疲れやすいので早めに帰宅しておいて、だって。分かったもうじゃあ何もしないでおくね。こまめに温かいものを飲んだり健康的な食事を心がける。わかりました、そうします。
そうフィッシュワングランプリのやつも振り起こししなきゃ。でもそれはもう投資終わってからでいいや。投資終わったその日にレッスンだけど、まあこのだけ時間あれば覚えれるっしょやば、レッスンの当日に振り起こししようとしてるフ大丈夫、私ならできる。今はもう無理、そっちに集中する、ひーちゃんのに集中する。これはこの曲たちはいけるって。大丈夫、何 TFT って。最近希望的リフレイン歌いました、歌った、あれで歌ったよ、なんだっけ、なんちゃら、名前出てこない、雷神、絶対大丈夫。これも平気。このこれも平気。大丈夫、ハルピョンなら。いけるって。なので、とりあえずひーちゃんの、ひーちゃんの卒コンに集中します。フィッシュワンは一回忘れさせて、投資の日にレッスンはちょっとまあ無理だよ経験値、うちの経験値で生きていく、頑張るということでそんな感じで配信終わるよ。そう、お魚天国だってやったことあるし、魚を食べると頭が良くなる、魚を食べると体にいいのさ。いけるってちょっと待って、スタッフさんに連絡していい？じゃない。
ットリストじゃない、歌割り、歌割り、セットリストじゃない、歌割りまとめ。ということで、でもさ、また同じこと、なんか質問あるじゃないですか、また同じこと聞かれたらどうしよう。私去年も答えたんですけど、ブリです。どうしよう。違う方が面白いっすよね。去年と同じこと言ってるやんって。まあ、あんま覚えてないけど、私も何言ったか、うん、ちょっと後で確認しよう。でもまあ変えますね、なんか変えて喋りたいと。あ、でも最近そうだ、私あの魚が好きになったんですよ。てか何聞かれるかまだ分かんないけど、でもこの間銚子丸さんが来てくださった時に、あの魚をめっちゃ好きになったんです。そうだから、ちょっとあれ言うかも、わかんない、ちょっとまだどれにしようか考え中だけど、考えたいと思います。ということで、それでは、まあ、21日楽しい、私も楽しみなので皆さんもぜひ来てください。よろしくお願いします。それではランキングいきます。1位、ゼフさん、ありがとうございます。2位、鉄道の糸、雪が好きな人さん、ありがとうございます。3位、 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。4位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。5位徹夜とアルピョン大大大好きさん、ありがとうございます。6位コロポックルさん、ありがとうございます。7位一乗寺ヒカルさん、ありがとうございます。8位ネバーストップアットフィッシュワン、もしかして推しが最ベテラン、やめてください。一番若手みたいな顔していくんでやめてください。なんか髪の毛めっちゃ絡まってんだけど、一番若手みたいな顔していくんでやめてください。ちょっと待って、髪の毛絡まってる。 OK、9位アシュラと波動を頑張ろうね、頑張ります、ありがとうございます。10位マックミックさん、ありがとうございます。11位イバジュンさん、ありがとうございます。12位スミちゃんと橋本の話す関西弁が心にしみ、やめてって今日言われたんですけど、関西弁どっち。13位直吉さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。それではまた明日もお話し会2部からなので、眠いのでとりあえず2曲振り覚えて
寝たいと思います。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットオイチャンプで8004盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃー。富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さんありがとうございました。また明日も今日みたいな感じかな。終わって握手会、お話し会終わって先写真撮って、そう、晴れてるうちに写真撮ってインスタとかのでサインカキカキ配信して、ちょっとのんびりしてまた夜配信してって感じなのかなって考えてるので、ぜひよろしくお願いします。それではおやすみなさい。バイバイ。また明日。またねー。